お疲れ様です。チーム軍艦のりです。現在火曜日のお昼の1時半頃なんですけども、ほぼ1万人以内入れると思うんで、無事に村山実さん獲得できると思います。はい、ランキングね、まあ、思った以上にね、緩くなりましたかね。こういった、今1時半なんですけども、まあこういった感じなんですけども、今回の動画はランキングを走るのに使ったエナジーの紹介と、3時以降に契約書もらえるので、契約書開封して村山実さんをゲットしたいと思います。今回のランキング思ってた以上に緩くなりましたね。前回の動画でおそらくランキング熾烈になると言ってたんですけども、そんなことなくてすいませんでした。まあどうなんですかね、なんで緩くなったのかわかりませんけども、おそらくこの後来るダルビッシュセレクションの影響かなと思っています。10月に来るかわかりませんけども、ダルビッシュセレクションのためにエナジー温存してる人多かったかもしれないですね。まああとはね、今回のラインナップなんですけども、広角アーチがいなかったのも影響したのかなと思ってまして、もちろん強い選手はいてまして、豪華な OB 第1弾になってるんですけども、去年の OB 第1弾は3人も広角アーチがいたので、まあそれと比べると今回は走らなくていいと判断した人いたかもしれません。今回のランキング緩かった理由っていうのはね、一つだけではないと思うんですけども、まあ、緩かったとは言ってもですね、やっぱり時間とエナジーはそこそこ使ってますから、やっぱりランキングは疲れるなといった思いでございます。そしてね、村山実さんこの後ね獲得できるんですけども、育成が終わったらスワちゃんと入れ替える予定です。村山実さんはですね、ステータスが高いんでリーグでは先発で使いたいんですけども、伊藤正史さんを中継ぎに使ってですね、村山実さんを先発にしようかなと思っています。リアタイは中継ぎで使う予定なんですけども、はい、ゆっくりなんですけどもオーダー強化できております。それではまだね、3時まで時間あるんでカットしたいと思います。はい、というわけで3時になりました。無事に1万人以内に入れました。1週間本当にお疲れ様でした。やっぱり最終日は伸びますね。ちょっと焦りましたけども、なんとか無事に終わることができました。今回のランキングで消費したエナジーなんですけども、800ちょいかな、810何歩ぐらいで1万位以内に入ることができました。僕の場合はですね、初日から結構走っちゃったんでエナジー結構使ったんですけども、 A ランク確定ガチャでボーナス上げてから走った人はもうちょいエナジー温存できていると思います。それでは契約書の方を開封していきましょう。はい、それでは受け取りたいと思います。ありがとうございました。間違えないようにしないとね。はい、村山実さんを選択して OK。 仕事をね、なんとか昼に終わらせて、そこからねイベントちょっとやって、夕方からねまた仕事なんですけども、まあこの動画多分ねおそらく夜にはアップできてると思いますけども、1週間本当にありがとうございました。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。